だけアリーナ抑えちゃってるんで。一緒にライブやりたい人がいるんですよ、一人。おはよう。どうしたんですか？最大規模都市伝説イベント、前から話してた億万長者のリアル版をちょっとやりたいなっていうのがあるから。アドムさん、この状況でノーって言えない。夏真っ只中の8月下旬、雑誌の取材で吉本興業新宿本社に訪れていたシークエンス隼人も、そんな彼のもとに突然マイクとカメラを構えた社員が彼を脅迫するような顔で突撃してきたのだが、果たして何があったのか。出ましたね、この間、ついに出ましたよ、重大発表。反響もよく、いやー、やっぱお客さんがもう行くとか絶対行きたいってあんな言ってくれるライブって俺は今まで見たことないですもん。いや、やっぱあんなにお客さんの熱が上がってるのは本当嬉しいですね。いや、良かったです。うん、でちょっとご相談がまだあって。はい。有明アリーナってキャパいくらやったか覚えてますか？12,000。お、何回転でしたっけ？かけ2だから24,000ですよね。そうなんですよ、だってあんな大きいじゃないですか。はい、見に来ましたよ。お金かかるんですよね、借りるって知ってます？キャパ金かかるって知ってます？33ですよ。知ってますよ、お金かかることぐらいは、ね、でもそれはだってね、お金はかかるけどなんとかなるんじゃないですか。で、なんかまた言われて、金がないから。まあでもね、実はね、俺も聞いてるんですよ、ちょっとお金が全然ないと。もともとはもちろん予算があって借りてるんで、あれなんですけど、ちょっと制作費に金をかけすぎてまして、このままいくとやっぱ僕と直樹マンのギャラがゼロ。ゼロ。でもそれでもいいとは言ったんですよ、それでも全然俺らは別にお金のためにやってるわけじゃないから、なんかいいものを作れるんだったらもう気にせずガンガン制作費に回しましょうって言って、今とんでもない中身になってきてるんですけど、それでも足りてないってことですか？そうです。ちょっともう直樹マンさん、隼人さんしかり、そのもう演出がすごすぎるがゆえ金がなくなりました。いくら足んないんですか？5,000万。やばい。うわぁ、中止か。5,000? くれそうな人、隼人さんなら知ってそう。いやぁ、予算組んでいくら足りないかの決裁書作ってスポンサー集めるっていうのは多分できると思うんですけど、これから多分今ね、予算がいくらかかるの収支が出てないんですよ。だ、僕も今そんなに足りてないとは思ってなかったですもん。けどそうよな、いないよ、5000万なんて。そうですね、まあちょっと頼んでみましょう。うん、なんかその人がくれそうな範囲で。え、いますか？まあいますよ、一応ね、一応何人か打診しに行きましょう。ありがとうございます。きついな。5000万一気には無理だよ。だからちょっとそんな人はいないよ、一人も。だからちょっとずつね、ちょっとずつ、集めてみましょうか。お願いします。はい。おはようございます。おはようございます。暑いよ。暑いっすね。暑いっすよ。ただこんな猛暑の中で今日何時に来たかっていうと、今回のライブにちょっと一人どうしても呼びたいやつがいるんで、ちょっと彼にちょっと直々にオファーしに来ました。呼ばないつもりだったけどね。いや、まあ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 、そんなことないよ。そんなことない。呼ばないつもりだったけど、でもめちゃくちゃ呼ぶつもりになった、途中で。途中でね。聞くところによると、やっぱ YouTube も絶好調なやつなんで、まあ、ライブの制作費でなんとか1000万ぐらい投資してくれないかなっていう。金かよ。ちょっといろいろお願いしに行こうと思うんで、まあ、まずはオファーしに行きたいと思います。で、ちょっとなんか彼なんかね、バイキン持ってるらしいんで。いや、俺ちょっと忘れちゃったわ、マスク。マスク。
マスクね、なんかやばい感染症でしょ。そうそうそう、なんか感染症だったらしくってちょっと家中危ないから。まず直樹もいいですか、すいません、はい、ライブのグッズも持ってきたので。そう、ライブ T もちょっと彼に渡したいんで、がっつり宣伝してもらおうかなって、ね、そう、まあ、インフルエンサーだから。そうね、だってなんだかんだよ、なんだかんだやつは登録者数は我々より上なんだから。上だから。そうよ、直樹マンより相当よ。いくらだっけ。250万とか。あ、ちょっとじゃあまず行ってみたいと思います。イエーイ。クソッスー、あれ、おい、おはよう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 、ちょっとおはようじゃなくて、おはよう、おはよう。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。タック TV レイディオ、ラジオ系 YouTuber として人気を博しており、時事ネタ、都市伝説、怪談と多方面で活躍を見せている。現在メインチャンネルの登録者数は250万人超えと破格の数字で、 YouTube 業界でも指折りの人気者。最近では自身で怪談のショーレースを主催するなど、新たな試みにも挑戦しており、かなり金銭的には余裕があるはずだが。なんでオートロック突破してるまあそれぐらいはね、それぐらいは誰だと思ってんだよ全然入れますよ、オートロック。あ、これはじゃあマナーで押したっていうことですか。マナーで一応ここもいけるけど、はい、マナーで。どうしたんですか。いいですか、入って。いや、いいですけど、なんか急ですよね、今日。すいませんね、お邪魔します。いや、マッチョになってるな、タック。すごいマッチョになってるね。お邪魔します。マスクして。いやいや、触れちゃったもん。危ないから。で、あの、はい、あの、ちょっと聞いたよ。あの、溶連菌というちょっと最近の。あ、溶連菌。そうです。流行りですか。流行りで。でも溶連菌はなんかもう薬を飲んで24時間経てば、うん、熱が下がればもう感染力がないっていう。だからもうそこから3日4日経ってるからもう大丈夫です。でもツイッターでエゴさしてなんか、はい、性病だって聞いてちょ、待って、タク、なんか会計でしょ、あれ。何あれ、多いです、多いです。あ、大丈夫、マスクはじゃあ僕はもう大丈夫です。あの、治ってた、完全に。あの、検査も行ってます。大丈夫です。はい、大丈夫でした。よかった。あの、とりあえず菌が喉につくらしいですね。汚いものを舐めた時とかって。あれね。ちっちゃい子とかがほら、はい、外で遊んできて、はい、指を加えてとか、うん。大人がなるとしたら。だから僕も結構その、なん、床慣れたんじゃないですかね、多分。こんなさ、床と一緒にしちゃダメだよ。いやいや、ちょっとすいませんね、今日急に。いや、ほんと急ですよ、ほんまに。新鮮じゃないですか、この3人。初です。初じゃないかな。え？ T1 覗いたら。あ、そうか。あ、まあね、まあね、うん、すごい。直樹マン、家来るの初めてだし。そうだね。単純に、その普通に都市伝説 YouTube ユーザーだった見返らしたら、ほんと感激してるよ、今。あー。だって見てたんだもん、普通に。そっか、そうそうそう、この2人が並んでるのちょっとびっくりですよ。なんかが動きそうな予感だね。どうしよう、3人となる。実はね、来たる11月2日にですね。ほう、11月2日。はい。ほう、ライブを。おお、はいはいはい、やるんですよ。ライブ、はい、あの有明アリーナっていう場所で。でかっ有明ピンとくる気もするけど、よく芸能の人とかでライブとかたまにやるとこして、っか数千人ぐらい入りますね。韓国の人がね、日本デビューで使ったりとかして、1万2000人いや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 、やばいよ、ね、やばいんですよ。え、そこでライブするんですか。そこでライブを、昼夜2回転嘘でしょ。2万4000人、はい、を動員しようとしてるんですか。そうですね。え、2人が、ええ、2人が2万4000人を。いや、まあ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 、だまあ2人がっていうと、何しようとしてるんですか。怒られるかもしれないから、うん、まあ直樹マンが直樹マンのライブやる。僕のもういろんな友達の中でもやっぱ一番個人的にライブをやってほしいなっていう人間、うん、なかなかやんないじゃん。確かにやったことないからね。やばいな。ライブどころか人の前に出たことないね。 T1 以外ない、まあ、T1 以外ないからちょっと、まあ、出てくれないとお願いしたら心よく OK してくれて。すごい。するしかないでしょ、そんなこと言われちゃったらね。確かに。え、すごい、これ伝説になるじゃないですか。でも1万2000人とか埋めたら。だって YouTube に上げてるけど、突然家行って土下座してるんだからで、まあ本当ありがたいことに OK してくれて、はい、今一緒にもう結構ね。いや、もう忙しいね、かなり。もう本格的に進む。11月っすらもう、もうもうもう準備が、
春先にお願いして計画してから結構中身も仕上がってきて、何回か有明アリーナも下見に行ったりとかしてるんだけど、やっぱちょっとさ、特に俺ねからしたら、都市伝説 YouTube って言ったらやっぱ直木マンションとタック TV レディオよってイメージがあるので、ちょっと出てくれないですか。僕がですか。ええ、いいんですか逆に。いやもちろん11月2日ですね。ちょっとチェックしていいですか。ちょっとね、まだ先だから。まださすがに。いやでも結構もう忙しくさせておりまして。映画撮ったりしてるもんね。でそうです。だからそれがちょっと忙しくて、11月ってもう年末空いてます。よし。早いな。よしよし。出演決定で。いいんですか。昼いいですか。マジで。どっちも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 。あ、どっちでも。どっちでも。どっちもいい。いや、いいですよ、僕は。今回ちょっと。うわ、位置としては聞き手ゲストで、おう、もう都市伝説いろんな人が言うからガンガンちょっと、うわ楽楽楽楽リアクターよ、うん、リアクター嬉しい。 MC はここでやるから、うわリアクションしてくれれば。何それいいんですか。どう1万2000人の前、早友さんは有明アリーナ誰も観客立ってないない時に下着いた時に一発目吐いたらしいんですよ。その空間の広さに吐いた。うわ確かに1万2000人って体感したことないからね。まあでもライブすると基本、まあ、一人と会話してるようにやってるから、はい、ほら数関係ない、限り悪い、関係ない。いやじゃあ、タック TV レディオ出演決定です。ありがとうございます。ありがとう。今必死になって、僕ら今お金集めもしてて、そうだからついでに1000万ぐらい投資してもらって、いやそっちメインじゃないそれ。結構余ってると。誰情報やね。なんかお金って余るもんなんですか。資産がもうなんか前澤友作、沢村拓ぐらいの感じになるかい。こんなね豪邸もね。こんなだよ。フランスかと思ったよ。本当だよ。前澤友作さんの家行きました。行ってない。行きました。バカにしてる。でも遜色ない。いやぶっちゃけ言うと、ここの30倍ぐらいある。じゃあ言うな。ダメか。制作費。はい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 。もうってことですか。もう、ちょっと貯金から崩して1000万。どうしても、1リアクターが。考えてくださいよ。地面師とかがやるから。でも俺、その中身がハリソンに似てるって言われてるから。どういう似てる？なんか、ハリソン似てる？ハリソンでしょ。ハリソンに。俺も昨日ね、見終えたんだけど。おあ、うん。ハリソン似てるか。そうだよ。だって、の社員と俺の相方、俺のことハリソン早と思ってるぐらいになって。ね、ひどいいじりですよね、本当に。サイコパスね。じゃあ分かった。はい。じゃあ、あなたの得意分野で俺と直樹マンが勝てたらちょっといくらか投資してもらうっていう。なるほど。のどうですか。いいですよ。得意分野ですか。いや、これさっき聞いたんですよ。なんかタックの、はい、これマンションなんですけど、はい、その1階層全部筋トレルームにしたと。ああ。したと。なんかそこの会の人がなんかタイマー栽培して捕まっちゃって。いや私が飛躍しすぎて、ね、違う、ガチそうだし、こうボーン飛んでますね、間が。だからその、ね、ただ土があったってだけです。本当だった。土があって、この土なんだろうと思ってたら、その違う会の方が、ただ警察からなんか連絡来てみたいな。そうそう、みたいな話。出て行かされたとか、そこ合致したら、まあ、そういう栽培してたんちゃうみたいな話です。そうね。恐ろしい。だから、まあ筋トレやってるじゃないですか。まあまあまあやってますね。結構でまあ直樹マンもやってるけど。やってごめんやってない。いやでもねすごいの体結構直樹マンも、ね。昔スポーツしたからね。でしょ。そうか。俺はもう全然やってないけど。知ってる。誰かどう見てもやってないけど。でちょっとそれで筋トレ対決。病み上がりだっつって。いやだそれハンデよハンデ。いやだってねこれすごいよ。すごいよ。そんなだから本当にすごいよ。ちょっとしぼんでますよ。すごいもう。パンプアップしよう。うーわそんなもっとすごいやついっぱいいるから。いやすごいすごいすごいよこれ。いやだから戦うほどのものじゃないから。これで筋トレ対決して、はい、まあ俺と直樹もどっちかがちょっと一矢報い入れたらちょっと考えてもらうっていうのでどうですか。いいですよ。おーいいんだ。じゃあ僕がもし負けたとなればです。うん、お二人と戦うわけですよね。はい。もし負けたとなれば。結構マジで今本当確定か分かんないですけど、うん、1000万出しましょう。ということで、はい、タックの筋トレルームにやってきました。すごい。
これがあれば一通り全部できる。そうです、そうです、これ全部できるってやつですね。このスケバリアと、はあ、どうやってこんなんね。ちなみに、得意種目は僕は、そうですね、デッドリフトっていうのは得意ですね。デッドリフト、はい、持ち上げるやつ下から、うーわ、腰やられるやつだ。そうそう、やばそう。下半身が僕、太くて、あー、ケツでかい。スクワットとか、スクワットもまあそうですね、下半身系だったら結構得意ですね。そっか、でもスクワットが安全だよね。まあそうですね。ね、そうですね。プロのコーチがやべ、全然やる気ないもんね。頑張ろうよ。一戦だもんね。そうだよね。こっちがそうなるか分かるけど、そっちはおかしいのか。なんかやってるみたいな感じ。回数でやるとやっぱ俺たちちょっと勝ち目がないから。か公式は分かんないですけど、体重かける0.8。の回数で競ったりとかする。結構やろ。体重俺70だから 0.8。 70?70 今。今日みんなの体重、体重測ろう、みんなで。そっから行く。これいきなり乗っていいやつ。大丈夫です、いきなり乗っていいやつ。おー、ちょっと待って、俺だ、洋服脱いで70ぐらいなの。多いと思った。いや、ちょっと僕乗っていいですか。はい、同じぐらい。タック、もしかしてちょっと一回見てもらってもいいですか。よいしょ。あ、面白いだ。ああ、そんなに変わんない。直樹マンは60。おお、軽いな。ちょうどそこに 0.8 かけてできる回数みたいな。うわー、いいね。じゃあそれにしますか。それでいきます。それでいきますか。俺と直樹マンだと遊んでいい？負けるよ。一応ね、2対1で絶対的には2対1で。なんで俺ら出さんでいい。まあまあまあ、ね、でも意外といけるか。確か鍛えてますからね、僕。そうだね、俺ら何もやってないから。何もやってない。分かりました、合計でいきましょう。し、腰を反らさないようにした方がいいから。うん、今疲れさせない。じゃあここら辺、ここまで落とします。 OK です。そこまでいく、下まで。ここ、おわりまで。やばい、今阻止しようとして触ったけど足パンパンです。やばいな、パンパンです。こうで OKOK。 うわ、結構うわ、あ、だるね。ちょっとやってみていい？一回。いいです、ごちょごちょ。ちなみに早田さん、筋トレの経験は？筋トレはもう全然よ。多分25歳、家燃えるまでだから。基準ぐらい。基準ぐらい。そんな言い回しあるの？24まで。あ、でも結構9年ぐらいで。どんぐらい？マッスルをやる。どんぐらい？あ、こういったら下がりすぎた。いや、もうちょい。あ、そうそう。ここでぶつかっちゃう。あ、じゃあ大丈夫です。これ。ここで、これでいい選手がいるか。まだいけそうだね。で、OK です。出身どこだっけ？アメリカのシアトルです。かっこいい。もう抹茶しかいねえじゃん。大丈夫です。よし、どっちから行きます。どっちか。じゃあ、どうする？じゃあ、重くしてた方がいいか、重りを。じゃあ、俺が先行った方がいいか。まずは最初の。じゃあ、ランキーはね、一旦その。そう、俺なんで。よし。いや、ちょっとね、やばそう。いや、やばそう。これ貴重だな。超重い。やっぱ重いんだ。めっちゃ重いよ。うわ、ちょっと。次上げたらスタート。上げたらスタートですよ。もうちょっと手首返したら。はい。いきます。うわ、やばいやばい。頑張れ。よしよし。1。結構いけるじゃん。いけそうだぞ。2。アメリカにいるデビアン。
太郎さん。4 5 そっと置いた。5 5でいいですか。5で。これは無理だよ。じゃあ何か。え、俺。はい。まだ多分そんなさっきのちょっとウォーミングアップ、ちょっとウォーミングアップちょうどよかったでしょ。いやほらね、ちょっとこれ1回目が効きすぎて、ほら1回目が効きすぎやで、1回目が効きすぎやで、1回目が効きすぎやで、で、2人合計が15 15。まあ、でもまあちょっとさっきのもあったんで40 まあでもここでしょ。で 10の35だから40だよ。30 30。直樹マンの最初の25、ゼロにはちょっとしたくないじゃん。確かに、そうですね。やっぱ30で。わかりました。いいかい。30で30超えなかったら1000万。いや
嬉しいね。嬉しい。そこがチームになったの。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、分かった。じゃあ、ノーギャラで、タックさんの会社の社員さん、総出動ってことでいい？まあ、多分大事。いや、いっぱいいるでしょ、タック。で、うちはもう一人しかいないから。すいません。YouTube 社員一人しかいないから。あ、マネージャー3人だろ。誰と対決させるっていうのかな。おおせーの、下がってこうやって、はい、あ、メンバーが覚えてた。シューさん、こんな感じで。はい、で、上がりますね。はいはいはい。おおおおおお、いける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 。お、もう手離してもいけるんじゃない。死ぬ。9、あと2回、あと2回、あと1回。おお！できた。なんだこの時間。まあじゃあとりあえず俺らもちょっと今人手不足だったりとか、はいはいはい、やることがいっぱいあったりとかするんで、何かあったらちょっと助けてください。もちろん。よろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱみんなすごいんですよ、タッグチーム本当。タッグこんな優しいのにスタッフみんな締め手早みたいな感じばっかりなんだよ。そうなんですよ。怖いんだよ。いやー、じゃあ戻りますか。戻りますか。お疲れ様でした。ということで、まあ一応負けたってことなんですかね。まあ一応沢村チームにうちの社員片倉が入ったということで、はい、沢村チーム勝利。ありがとうございます。じゃあ見事ちょっと勝ってくれたんで。そうなんですか。プレゼントです。プレゼントです。嬉しい。あるのよ。お。たダーン。お、何これ。よいしょ。え、いきますよ。はい。ほい。おいしょ。これがね、我々の今回のライブ T シャツですね。実際、わー、おすごい。見て。おー、きれい。恐れだから。いや、あんまプレゼント着てくるしてなかった。恐れ恐れ。いや、見たことあるなと思ったけど、さっき見たもん。そう、まあ、さっき見た。ずっと着てました。でもこれかっこいいでしょ。もうライブのタイトルも決まっちゃってるってことですね。そうなんです。ザ・シークレットショーって言った。あ、すごい。いいでしょ。今回のライブは配信なしです。うわ、もうだからやばもうコンプラなしの。来ちゃっていいですか。あ、そうそう、お願いします。着方ファンデーション。めっちゃ受けてる。いや、これめっちゃ受けてる。これめっちゃいい。今日一良かった。今日一良かった。バカ受けしてる。おお、いい。あ、いいですね。あ、いいね。いちょっと生地もこだわってね、しっかりした生地で。そこらライブティーとは思えなくない。確かにライブティーってもっとなんか大量に作れるように、うん、普通やるのに。そう、テロンとしてない。もう結構しっかりした。めちゃくちゃいい。起きてないです、ね、今日どうしたんですか。今日はね、10時半に起きちゃって急いで準備して忘れちゃったね。完全に忘れちゃった。すみません。まあまあまあ、はい、ありがとうございます。でこれすごいいい T シャツなんで、うん、まあ、これ以外にもいろいろグッズ出してるんですけど、URL 貼っとくんでいろいろ見てください。長袖もパーカーもあるし、お守りもあるし。お守りもある。めちゃくちゃいいじゃん。ペロリンもね、撮ってくれたんだけど、ね、ペロちゃんがこれがね、これはね、ペロちゃんってのは誰ですか。あれよ、電波組の。あ、ペロリン先生。そうそうそう、カナメリン、電波組インクの主要メンバーでありトップクラスの人気者。今年アイドル10周年のベテランであり、歌やダンスに定評があることはもちろん、ペロリンオタクイラストも大人気。また YouTube ではタッグやハヤトモと共演もしており、一緒に旅行へ行くほど仲良しなのだ。どうですか、グッズのモデルやってみて。なんかもういい服で自分めっちゃ変わるんだな。なんか信じられない、同じ人間だとは思えない。でもかっこいい系の服を着て今すごい仕上がってて、この路線で服好きになりそう。うん、頑張り。あと完全に自分のファンの人ともお揃いで着れそうじゃない。そう、ね、男性の人も女性の人も着やすいと思うし、みんなおしゃれになるから最高。めっちゃいいね。めちゃくちゃいいです。多分おかげで女性がかなり買いやすくなったと思う。それいいこと。本当に、うわー、かっこいい。着けるとより宇宙人感。かっこいいね。かっこいい、かっこいい。それさっき撮影でつけてたやつだね。そうそう、全体も撮っとこうか。かっこいいっすね。本当に似合うね。ね、嬉しい。じゃあ引き続き撮影お願いします。お願いします。モデルで撮る。うわ、やばくない。
かっこいい。同じもんかこれ。そう同じもん、今同じだしてるから。めちゃくちゃかっこいいしょ。かっこいい。いや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 、何言ってんですか。早友さんだって来てるよ。そう 俺と直樹も撮ってんだから。じゃあ、見よう。日線の広告だ。チラシ端じゃん。チラシ端おばさんじゃないですか、これ。俺最初撮った時さ、なんかカメラマンさん来ちゃう。いやこれ本当なの、なんかねもう待機しててもはや。でまあ俺それでちょっと仕事で出ちゃって、うん、戻ってベロリン撮影してる時見たら、いいっすねー、もっと下がってみて、もうちょい行きましょう、寄りて撮ってる、ノリ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 自分から指示出してたから、ね、いやいやそうだよ、いやもう仕方ない仕方ない、ね、じゃあペロリンぐらい着こなせる人がどれぐらいいるかっていう話になってきますから。そうだよ、そう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 、ほとんどは俺ぐらいなんだから。そうそうそう、だから俺を参考に買ってください皆さん。いやでも見てこれタックもかっこよく、身長が170170です、ちょうど今これが L サイズ、ね、まあ、T シャツの上には着てるけど、あ、確か下にちょっと着ちゃってるんです。でも XL でもいいかもしれないね。でもタックはあれ かぴったり着る系か。確かそれ好きですね。確かにそうだ、ね、なるとちょっと大きいから。確かに確かに、こんぐらいのがいいか。 俺もだって L だもん、 L だもん、ね、168で L 意外とこんなもんだよね。うん、うん、私どう着もんね、今ジャストサイズ、割とジャストサイズ、うん、俺が多分この T シャツの XL サイズぐらいが、ほんとこのこれぐらいだよね、こんぐらい、こんぐらい、マジでこんぐらいので。いやめっちゃ生地がね、すごく、そう、めっちゃいいの。これは絶対ゲットしておきたいですね。うん、これぜひ。いやすごいじゃん。結構本当に話進んでるんです。本当にやるんですか。いやもうガチよ。へえ。見るキービジュアル見たい。うわかっこいい。かっこいいでしょこれ。かっこよすぎる。出してるけど見てこの早友さんの顔。これハリソンよ。かっこいい。本当にやる、本当にやるのこれ。まだちょっとまだ分かんない、まだ疑ってますよ。まだ疑ってるでしょ、うん、いやもう本当にねやるんですよ。へえ。俺ら下見ってるんだから。うーわうーわ。これ吐くよね。吐くよ。これはやばい。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやー、じゃあ11月2日ちょっと聞き手役で。で、なんかね、もし聞き手以外にもなんかね、いや、なんかちょっとやってほしいなと思ってて、今せっかくだからね。はいはいはい、今回、そうだから映像、音、3D サウンド。うわぁ。背面からだよ。ライブなのに。やば。日本一のレーザー技術の相葉さんっていう方が入ってくる。パフュームとか。すごいじゃない。何よそれ。実は今回のライブ満員御礼にはなったものの、得た収益をはるかに上回る制作費となってしまい、クラウドファンディングを実施しております。皆さんの力でザ・シークレットショーを助けてください。もちろん支援金額に応じて各種特典をご用意しております。詳しくはオンラインサロンケースにて、概要欄より入会可能です。たくさんのご支援お待ちしております。この後、うん、5日後俺と早友さんがアポ取りしようとしてられて、うん、シークレットゲストで。いやなんか、いやなんか影響悪くない。それぐらいやばいことを語る回になるのかな。なるほどね。 うわそれやばいな。それほんとシークレットゲストだから当日まで秘密。もうわかんない。そんな顔して僕は聞いてるよ。リアクターですね。もうあれで、これでいこう、これでいこう、これでいこう。これで。これめっちゃ好きなんだけど。で、めっちゃいいこれ。タック、変なこと言ったらガンガン攻めてね。ちょっと待ってください。そこの、もう一回で、そこ言ってもらってもいいですか。あ、今、ちょっともうちょっと聞き取りづらかったんで、もうちょっとゆっくり喋ってください。結構会場ひどいので、お願いしますよ。もうちょっとゆっくり一つお願いします。いや、これはやばい。シークレットゲストにもガンガン言っていいかな。これならいける気がする。許してくれる気がする。ちなみに、はい、どうぞ。まだ、まあ、確定はしないと思いますけど、はい、他のゲストどういう方か。あの、リアクターの方。うん、あ、要はタックですね。うんうんうん、おえー、すごい、うん、もう今声かけたりとかはしてる。だからちょっとこれは期待しかないので、すごい、はい、まあぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。いやでも本当ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。プロジェクトが大きいなだけに、うん、結構プレッシャーも感じるかもしれないけど、いや絶対楽しいじゃん。もう祭りで祭り、ね、祭り祭り、次の日誕生日なのよ。今俺3日だから、次の日3日、
そう。だ最後多分有明えって言われるの。言わって終了じゃない。やば。それ嬉しい。なんか直樹マンってそういう気質あるよね本当に。どういうこと？本当死ぬ時まで最後まで見とられる病室人でパンパンな。ああ確かに。嬉しいよな。まあ嬉しいのか。いいことそういうそのなんていうんですか星。嬉しい。もう周りの人が絶対いる星というか。うん、これたまたまでしょセットしてくれた。あ本当にそれマジたまたま。ええー。うん。すごっ。だ前夜祭だよ誕生日の。うわなんて日だよ。ありがとうございます。もう忘れられない日になりますねそれは。ええー、やばいな。よしということでタック TV レディオ改めて参戦決定です。やったー。いや仕上げていこう。楽しみですね。楽しみ。お願いします。めちゃくちゃ楽しみ。はい、はい、11月2日にお会いしましょう。バイバイ。あごめんなさい。はい、このぐらいかな。もうちょっと。はい、はいはい、とこっちの画面ではいけてたような多分。うん、ちょっと1、2秒ぐらい余ったかな。短かった。はい、もうちょっと。